回は牛丼で人気な吉野家の味を完全再現します。最初に玉ねぎの下準備からしていきます。玉ねぎを半分に切って皮を剥いていきます。そして根と頭の部分を切り落とし薄くスライスしていきます。こちらはスライサーなどを使用していただいても良いのですが、その際は薄くなりすぎないように注意しましょう。今回は玉ねぎ1玉分を使用していますが、量はお好みで調整して OK です。玉ねぎ増しなどがお好きな方はぜひたくさん入れてくださいね。玉ねぎを切れたらバットに広げてそのまま放置しておきます。玉ねぎはスライスして空気に触れさせると血液サラサラ効果がアップしますよ。次に牛肉をまな板に並べていきます。そして包丁の裏で叩いていきます。このように包丁の裏で叩くことで繊維が壊れて歯切れが良くなり食べやすくなります。今回は牛肉の細切れを使用していますが、外国産のお肉などでも十分美味しく作っていただけます。大きいサイズのものは3センチ程度にカットしておいてください。鍋に水を沸騰させ、お肉を軽く茹でていきます。ここで一度湯通しをすることで牛肉独特の臭みや余分な脂を取ることができます。軽く火が通ったらザルに取り出しておきましょう。次にフライパンに生姜をすりおろしていきます。時間のない時はチューブでも大丈夫ですよ。そこに水500ミリ、料理酒100ミリ、みりん100ミリ、醤油100ミリ、そして薄口醤油50ミリと白ワイン40ミリ、きび砂糖大さじ2、昆布を2枚加えて火をつけます。そしてそこに玉ねぎを入れていきます。よく混ぜたら弱火でここから10分煮込んでいきます。玉ねぎを先に煮込むことで旨味と甘みを引き出すことができます。10分程度煮込んだら下茹でしておいた牛肉を加えます。軽くほぐして全体に煮汁をなじませます。そして落とし蓋をして弱火で10分程度煮込んでいきます。また冷める時に味が染み込んでいくので、煮終わった後少し放置しておきましょう。吉野家風牛丼の完成です。熱々でお召し上がりください。最後に今回使用した材料をご紹介します。白ワインは料理用などの安いもので十分美味しくできます。口醤油がない場合はお醤油の量を少し増やして作ってみてください。詳しくは概要欄に記載しておきます。今回は吉野家風の牛丼を作ってみました。他にも再現レシピのリクエストがあればぜひ教えてくださいね。最後まで見ていただきありがとうございます。コメントやリクエスト、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。